アビバタルアナがダブル不倫で NHK 退社の大ピンチ、テライザー。NHK ニュースおはよう日本のエースアナ、アビバタル55歳がテレフォで不倫スキャンダルをスクープされ、ネットで大炎上。え？ただの不倫じゃんって思うかもしれないけど、これ全然違う。アベアナは独身みたいに振る舞い、さらにテレフォで時間差で偽名で2部屋借りてチェックインからの大声で、わぁヒーコラヒーコラバーヒンバーヒン。二人はゴゴ生を通じて知り合ったから、ゴゴから、ちょっと、あ、発言を控えるじゃよ。文春オンラインによると、アベアナは、2020年秋頃から、かつて司会を務めていた、ゴゴ生のデスク、30代 NHK 局員 A 子さんと不倫関係になり、頻繁に密会。ご家族、かわいちょ。そして文春の突取材にアベアナは、A 子とホテルで、ヤホイヤホイしてたよね。知らないです。一切何も知れません。バヒンバヒン。話をされることは何も知れません。と、知らぬ存ぜぬを主張。主張。NHK も、局員個人に関することについてはお答えはしていません。と回答。あ？しかしその直後、NHK 朝のラジオ番組、毎朝を欠席。その理由も、体調不良のため、だとか。あ、かわいちょ。はい、ベホマ。なんじゃそりゃ。そんで、復帰は未定です。とのこと、これ聞いてるね。ただ、スポニチの取材では、この局内の日遊びを重く受け止め、NHK 関係者は、不倫疑惑だけに、このまま朝のラジオを務められるのかは疑問、と語り、番組降板もあり得るという、安倍さん、終了。週刊女性の報道では、局内で、独身キャラぶっていた。て、女性関係に悪評は多かったとか、国民から受信料を徴収しているてい。下の話にうるさい昨今、この大声不倫を重く受け止めており、このトップアナが降板する可能性は非常に高いと言われております。ただこれね、普通に考えて、ま、これに嫉妬した同局員の内部リークとかがないと、絶対こんなことバレないと思うんですがね。てか NHK、見ないけどね。てか、あ、てこる前にあれやるか。まさか仕方ない。背に腹は帰れんのだ。おやめください、上等。お前に何がわかる？ダメです。そんなはしてないことを、私は YouTube に、魂を売る。そんなことしたら、ヒカキンと同じ文字な。黙れ！チャンネル登録、ベルマーククリックしてください。登録、登録、登録、登録。